はい、どうも、一人暮らし YouTube Vlog です。今日はね、ちょっと夜勤前、また夜勤前なんですけど、高速でちょっとペペロンチーノでも作っていこうかなと思います。とりあえずペペロンチーノはね、もう覚えることができたら最強の呪文ということでね、何も考えず高速で作っていきたいと思います。まあ、とりあえずペペロンを作るにも、麺を茹でるにも、米を炊くにも水は必要ですからね。塩水を作っていきます。もうあと40分ぐらいしたら、ね、家を出ていかないといけないっていうわけで、その状況で作り始めるっていう、ね、最悪できたら家出るみたいなことが起きるかもしれないっていうわけで、そうなったらね、香りだけ嗅いで出ていきたいと思います。結構久しぶりに料理の動画を上げてると思うんですけど、なんか最近よくも外どっか行ったり、で仕事の日はもう忙しくて、料理の動画を撮るような時間がないなかったんで、ね、まあ、今も正直家出るまであと40分っていう、めちゃくちゃ忙しいっちゃ忙しいんですけど、久しぶりにこういう動画も撮りたいと思って強行突破で撮ってますね。まあ、ペペロンチーノはね、僕の統計上ニンニクは入れれば入れるほど美味しいってことでね、予算が許す限りは入れた方がいいかなと思います。ファイヤーということで、水がマグマみたいになってるんで麺を投入します。ちょっとなんかニンニク焦げた感じもするんですけど、まあこれは経験上大丈夫っていうことでね、とりあえずこのもう工程を進めていこうかなと思います。ってことで、パスタ茹でてから3分ぐらい経ったらね、茹で汁をこのね、油まみれのところに、まあなんかこんな感じになるんですけど、僕としてはいつもなんか大さじ2杯のオリーブオイルに対してお玉1杯分ぐらいの茹で汁をめちゃくちゃ熱々の状態で放り込むっていう感じでやってますね。ペペロンチーノはほんまにニンニクと油とパスタがあればね、ほんまに一瞬でできるんで、これは一人暮らし冒険者の人はもう、ね、一番最初に覚えておくべき呪文にして最強の呪文みたいな感じでね。ってことで、茹で上がったらね、もうそのままもう直接フライパンにぶち込みます。茹で汁ザルとかにあげたらザル洗わないといけないんで、ね、結局さっき茹で汁足したんでも関係ないって感じで入れます。はい、ってことで、もうシンプルザペペロンできました。具も何も入ってないんですけどね。ということで、ペペロンチーノできました。だいたい20分ぐらいで、ね、できましたね。ってことで、もうペペロンチーノといえばコーラです。いただきます。夜勤前にね、ペペロンチーノとコーラを飲んで決めていくっていうね、新しいスタイルってわけなんですけれども、まあ味を例えるとね、ファミレスのサイゼってあるじゃないですか、あれのペペロンチーノより美味しくて50円ぐらいでできるみたいなイメージですね。やっぱコーラってしょっぱくて油っぽいものとめっちゃ合うんですかね。もう流したくて仕方がないみたいな。まあもうね、2月の後半ぐらいで YouTube を始めて1ヶ月半ぐらいなんですけど、最初の1ヶ月はもう視聴回数とかあっても10とかだったんで、2ヶ月目に入ってぐらいからですね、結構なんかいろんな人に見てもらえるような、まだまだですけど、まあなんかやっててよかったなみたいなのは少し思いますね。逆にむしろ1ヶ月前の自分はほんまに誰も見てないのによく結構淡々と動画を上げれてたなみたいな、ちょっと思ったりも今しますね。まああの時は確かチャンネル登録者30人まで行くまでは絶対にやめないみたいな
なんか自分との喧嘩みたいな感じで、ここで30人行かずに負けた自分は恥やみたいな感じで、ちょっとなんか意地になってた感はちょっとあると思うんですけどね。まあ正直自分で今動画も作っててね、そんなに面白くないというかね、別に人の役にもあんまり立たへんし、めちゃくちゃ面白いとかいうわけでもないんでね。まあでもこんな動画でも、もしこの時間まで見てくれる人とかもいたらね、もうすごい嬉しいことなんで、ね、まああんまりこんな喋りながら食べてると時間が結構やばくなるんでね、ちょっと急いで食べます。